丸亀うちわの製造メーカー塩屋団扇商工業協同組合です。新型コロナの影響で去年までは繁忙期となるこの時期を迎えても機械が1台も動かない日がありましたが、今年は注文や問い合わせの件数が増えています。去年、おととし、2年に比べると、イベントだったりとか、まあ、行事、お祭りだったりっていうのは戻ってはきてはいるので、正直、コロナ前に戻りつつある、稼働域にはなってはいるんですけども、まだまだこれから、まあ、夏が終わるまでは、もう少し伸びてほしいかなとは思っています。日常が戻りつつある中、復活に向けてさらなる足がかりになりそうな動きも。こちらでは今年から新たな取り組みを始めたということです。それがこちら、アップサイクル骨というものを使った環境に配慮したうちわの製造です。アップサイクル骨とは、物を作る過程で生じた廃材をうちわの骨の原材料として活用した商品です。 SDGs や脱炭素など環境面への注目が集まってきたこともあり、うちわ業界でも何かできないかと考え、この商品の製造を始めました。去年試作をさせていただいて、今年定番化という形になりました。うちわを使って、量を取っていただくっていうものをもっと、認知していただき、丸亀うちわという、フレーズが全国の人々に知っていただき、使ってもらえる機会がどんどん増えていければなと思っています。コロナ禍を乗り越え、復活の兆しが見え始めた丸亀市の地場産業。今年は香川が誇る伝統工芸の風を感じながら、夏の暑さをしのぎたいところです。新素材を使ったうちわ、持ち手もおしゃれに見えますね。そうですよね。はい、この丸亀うちわなんですが、味石や伊吹いりこなどに続いて、先月特許庁に商標登録されました。これをきっかけに香川の伝統工芸がさらに全国に広まって盛り上がるといいなと思いますね。はい。